バブ。バブ。なんだい、どうなってるんだ、喋れないよ。バーブ。ああ、まだ眠いよ。バブ。何、どういうことなの。ババブブブ。理解不能。こんばん、ベビーサバイバル？ミステリー案内人です。アルカラムの子供たちがなぜか全員赤ちゃんになっていましたね。一体何が起こっているのか、早速見ていきましょう。やあ、僕の名前はカカオアルカラム。立派な殺し屋を目指して日夜修行に励んでいたんだけど、目が覚めたら赤ちゃんになってたんだ。しかも真っ白な見知らぬ場所でね。バブ、バブバ、みんな僕が言っていることはわかるかい？バブ、不思議、ちゃんと伝わるにゃ。バブバブブ、どうやら赤ちゃん同士の意思の疎通は取れるみたいね。バブバブババブブ、ますます意味不明。バブバブブバ、みんなに説明は不要だろうけど、おそらく僕たちは何者かに誘拐され、この部屋に閉じ込められ、そして何らかの方法で赤ちゃんにさせられてしまった。バブバ？一体誰が何の目的で？バブ、バブバブバ。みんな、上を見て。姉さんに言われて上を見ると、大きなモニターが降りてきた。やっと犯人のお出ましってわけだね。モニターの電源がつくと、そこには真っ黒な人影だけが映っていた。やあ、アルカラムの子供たち。赤ちゃん化は無事成功したようだな。加工されているし、素性を明かすつもりはないようだね。僕たちに何の恨みがあってこんなことをしているのかわからないが、一体何が目的なんだい？何が言いたいかわからないね。どうやら僕らの言葉は通じないらしい。くそ、赤ちゃん同士しか意思疎通ができないということか。でもこちらの言葉はわかるだろう。これは僕が仕掛けたゲームだ。ゲーム？どういうことだい？ルールは簡単。モニターに表示されている地図、赤丸がついているところに赤ちゃんから元に戻る薬が用意されている。60分以内にその薬をゲットすれば君たちの勝ち。途中ハンターである僕に捕まったら、君たちは一生赤ちゃんのままだ。バブ？逃げる途中で赤ちゃんでも使えるアイテムが配置してある。でも赤ちゃんが使えるものは限られているから、頭を使って逃げ切るんだ。それじゃ、よーいスタート。モニターの男がそう言うと、白い部屋の壁がバタンバタンと倒れ、外に森のような景色が広がった。くそ、拒否権はないってことだね。さっきの地図は頭に入っている。4カ所それぞれの場所までの距離は少なく見積もっても2キロ。大人の足でも早歩きで2、30分はかかる距離。それを赤ちゃんのハイハイで60分？無謀すぎるだろう。どうすればいいの？全然わかんないんだけど。考えてる暇はないわ。私は東、ビターは西、カカオは南、ガーナは北。なんとしても薬を手に入れて黒幕を打ち取るわよ。ラジャー。こうして僕たちはそれぞれ薬を目指して全速力でハイハイすることに。しかしこのサバイバルはかなり過酷そうだね。ボビャ！最初のターゲットは君だ、ガーナ。ガーナ、私は大丈夫、必ず逃げ切ってみせるにゃー。そう言ってガーナは近くの池に飛び込んだんだ。赤ちゃんなのに泳げるのかという心配はあったけど、自分の身は自分で守る。頑張るんだよガーナ。一か八かだったけど泳げてよかった。走るより効率いいかも。とにかく絶対クリアしなくちゃ。いつもみんなに迷惑かけてばっかりだもん。いいところ見せちゃうんだから。バー、何これ。何これ、すごい。一人目の捕獲はガーナだ。早速アイテムを使ったか。いい判断だ。私でもやればできるじゃん。さっき私が見た紙に書いてあったもの。それは
髪の毛を置いた人間に化ける能力、効果は30分だった。半信半疑で髪の毛を抜いておいてみると、私そっくりの赤ちゃん人形が現れたの。一体どういう仕組みかはわからないけど、これで時間稼ぎはできる。みんなにもきっとこういうアイテムが落ちているはずだよね。よっしゃー、やったるじゃん。はぁ、この体全然走れない。くそ、こんな屈辱的な目に合わせたやつ、地獄に落としても許さないわよ。黒幕はガーナから追っていた。もしガーナたちが捕まったとしても、一人が元に戻ればまだ勝ち目はあるはず。絶対に逃げ切って、逃げ切る、待って、逃げ切る必要なんてないんじゃないの。黒幕は制限時間は60分と言った。たとえ薬が手に入らなくても、60分捕まらなければ勝利条件を満たしていると言えるんじゃないかしら。薬がある地点までまだまだ距離がある。この小さい体を逆に活かせれば。10分経過、残り50分。アナウンスが流れるの？本当に一体ここはどこなのよ。考えても仕方がない、作戦に移りましょう。ブブブブブブ、余裕しゃくしゃく。小さい体で2キロハイハイ、普通に考えたらしんどすぎる。でも草原の坂を転がるくらいならどういうことはない。ま、このルートはラッキーだったってことかな。これはおそらく予想だけど、僕は草原エリアを選んだんだと思う。他にも考えられるエリアとしては、川エリア、岩エリア、そして今僕がいる草原エリア。もう一つは何だろうな。過酷なものじゃないといいんだけど。あやあ！今の声、まさか。ガーナ確保。繰り返します。ガーナ確保。制限時間残り30分。いいな！離して！離して！泳いで姿をくらましながら逃げる。身代わり人形を使って時間稼ぎをする。どれもいい手だったが、他のアイテムと巡り合えなかったのが痛手だったな。確かに逃げるのに夢中で、アイテム探しまで気が回ってなかったよ。悔しい。まずい、早く薬を手に入れてガーナを助けなくちゃ。僕は急いでハイハイして道を進む。すると道には一枚の紙が。お尻で踏むとお助けアイテムに変身。効果時間はランダム？よくわからないけど、やるしかない。えい！手紙をお尻で踏むと、なんとミニカーが現れたんだ。やった！これで薬の場所まで一直線だ。まったくもう、本当に捕まるなんてあのおバカ！って、まずい！君は今のアナウンスを聞いたら絶対出てくると思っていたよ。優しいお姉ちゃんだもんね、ショコラ。バビア！ふふ、参ったね。どうやら僕は一番ハードなエリアに当たってしまったようだ。どういうわけか地面が燃えていて、歩けるような場所じゃない。さっきまで普通の草原だったのに、一本道を進んだらこれだよ。一体どうやってゴールを目指せって言うんだい。さっきガーナが捕まったアナウンスが流れた。ま、ガーナが捕まるのは予想の範囲内って感じだけど、どっちにせよ助けに行かなくちゃいけないし、こんなところで足止めを食らっている場合じゃないんだよね。必死に作戦を考えていると、少し遠くに一本の木が立っていた。不思議なことにその木の周囲は燃えておらず、僕でも近づくことができそうだったので、そばに行ってみることに。するとそこには一枚の紙がぶら下がっていたんだ。おや？なるほど、あれが例のアイテムってやつかな。この体でも木登りくらいはできるだろう。僕はなんとか木登りして紙をゲット。はぁ、赤ん坊の状態で木登りなんて人生で初めてだよ。ある意味貴重な経験だね。木から着地して紙の内容を読んでみることに。この紙を口に加えている間、熱耐性がアップ。ただし効果持続時間は10分。なんだこのゲームみたいな内容。ま、やるしかないんだけどね。僕は半信半疑になりながら、髪をくわえて炎の中に突っ込む。ええ、
すごい、本当に熱くない。これならいけるぞ。アイテムの効果は本当だったらしく、僕は急いで炎のエリアを抜けることに。ショコラ確保、ショコラ確保、残り時間10分。なんだって？ガーナだけじゃなく姉さんまで？くそ、急がなくちゃ。さあ来たね、カカオ。バブ、ガーナ、ショコラ、次はお前だよ。バブバ、バブ。黒幕が銃を構えた瞬間、体を丸くしてゴロゴロと転がり網をかわす。この体だってできることはあるんだ。やるじゃないか。でも残念。なんだって？さあこれで3人だ。最高アイテム、カカオ確保、カカオ確保、残り時間5分。そんな、まさか。ガーナの捕獲は予想できたけど、ショコラに続いてまさかカカオまで。いや、でも冷静に考えて、赤ちゃんが逃げ切るなんて無理な話。アイテムをうまく使いこなすしかない。来た、もう時間切れ。よし、透明化してアイテムを探そう。僕は透明化してアイテムを探すことに。もしくは透明化していれば5分くらいなら隠れられると思ったからだ。このゲームの勝利条件は薬を確保することじゃない、捕まらないことだ。残念、時間切れだよ。そんな、どうして？残り3分。予想以上の検討だったよ。それじゃあおやすみ。ビタお兄ちゃん、起きて起きて。あ、って、あれ、ここ、あれ、もう私たちは赤ん坊じゃないわ。というより、もともと赤ん坊になんてなってなかったのよ。え、うん、え、ま、兄さんが混乱するのも無理はないよ。さ、なんでこんなことをしたのか説明してもらおうか。父さん、母さん。なかなか刺激的な修行だっただろ。父さん、母さん。驚かせてごめんなさいね。順を追って説明するわ。まず今回の舞台は全て仮想空間で行われたものなの。はあ、なるほどね。道理でゲームっぽい世界観だと思ったよ。でもどうして赤ちゃんに？いつもの私たちの状態で仮想空間修行じゃダメだったの？それだよガーナ。いつもの状態だと、いつもの特訓内容しか得られないだろ。いつもと違う状態に追い込むことが成長につながると思ったのさ。ねえシュガー、子供たちの修行内容だけど、もっとこう、いつもと変えてみないかい？でもこれ以上厳しくしても、今あの子たちにこなせるとはとても思えないわ。だから内容を厳しくするっていうより、シチュエーションを変えるのはどうかな。修行内容に縛りをつけるとか。縛りね。どうせなら突拍子もないようなものがいいわね。そうだ。じゃあこんなのはどう？僕はシュガーにこっそり耳打ち。するとシュガーも。いいわね。今後の修行の幅が広がりそうだわ。というわけで、半年の時間をかけて仮想空間を作り上げることに。そしてここで使えるソーサーバターを赤ちゃんに限定することにしたんだ。バブープーバブー、これはなかなかの制限ね。赤ん坊ってだけでここまで体力がないとは。バブーブブー、有利になるアイテムをいくつか置いて、エリアも4つに分けよう。クリアできることが前提というより、逃げることを前提としたコースにするのはどうかな。バブー、いいわね。そうしましょう。お母さんたちもプレイしてたの？そりゃ開発者がちゃんとゲームの良し悪しを判断しないとダメでしょ。実際修行内容はいつもより厳しく感じなかったかい？そりゃいきなり赤ん坊になって目覚めたらね、まずメンタルがやられるよ。まったくよ、この屈辱を与えた人間を地獄に落とすと決めていたのに、まさか父さんと母さんだったなんて。
それだけ本格的な仕上がりになったならよかったよ。もしかして僕が父さんの攻撃を避けた時、後ろから捕まえたのって母さんかい？その通りよ。さすがに赤ん坊に大人二人がかりは卑怯だよ。あら、私たちが普段相手にする相手なんて残虐非道な連中ばかりよ。人数の差ごときで卑怯なんてわめいちゃ話にならないわね。透明化確保、父超能力。その通り。僕のアバターはなるべく僕と近づけるようにシュガーが聴力を良くしてくれていたんだよ。つまり僕が透明化のビターを心音を頼りに捕まえた時点で、ビターはこのゲーム内容を察したんじゃないかと思ったんだけど、ぶっちゃけ混乱マックスでそれどころじゃなかった。ビーターがぶっちゃけたわよ。ベアトークだにゃ。まあそうだよね。でも刺激的で楽しい修行だっただろう。好評ならまたやってみようと思うんだけど、どうかな。じゃあ今度は全員赤ちゃんでバトルしましょうよ。どういうことだい？追いかけ回す人を AI にして、私たち6人全員がプレイヤーになるの。最後まで逃げ切った人が勝ちってことでどうかしら。面白そう。やりたいやりたい。絶対勝利。僕も負けっぱなしは性に合わないからね。みんなでやろうよ、赤ちゃんサバイバル。だってさ、どうするシュガー。子供たちに実力を見せてあげるのも親としての務め。全員まとめてかかってらっしゃい。こうして父さん母さんチームバーサス僕たち子供チームに分かれてバトルすることに。いつもは体格差があるけど、今回は全員赤ちゃんだから父さんと母さんとガチンコバトルができるってわけだよ。楽しくなってきたね。お母さん本気に設定しすぎだよ。お父さんより全然早いんですけど、この AI。 その分アイテムを増やしておいたから、がっつりゲットして逃げなさい。制限時間はさっきと同じ60分よ。引き止め。あんたズルするんじゃないわよ。やった、お助けアイテムだ。お尻で髪を強く踏む。えい。やった、ミニカーだ。クソ、やられた。それから僕たちは赤ちゃんの状態で修行に没頭。え？仮想空間で修行しても意味ないんじゃないかって？えへへ、君たちは母さんを舐めすぎだよ。全身が痛い。どうなってるの？仮想空間で修行しただけなのに、体は実質使ってないのに。死ぬ。あまりの辛さにお兄ちゃんが四字熟語を失ったにゃ。あら、おはよう。伝えていなかったけど、あの仮想空間で蓄積された経験値は肉体に還元されることになっているわ。つまり普段の修行プラス赤ちゃんの状態で受けた肉体負荷が襲ってきているってわけね。普段でもしんどいのに赤ちゃんの体でいつも以上に動いたから、そりゃ体が悲鳴を上げるのも納得だ。お兄ちゃん、お兄ちゃんが気絶した。もうダメ、無理。ショコラお姉ちゃん。ってまさか。さらば。ピーター、お兄ちゃん。逆にガーナ、あなたよく意識保ってるわね。いや、めちゃくちゃしんどいけどね。絶対一人はツッコミ役がいなくちゃいけないっていう謎の意地だけで意識保ってるにゃ。そんな意地捨てていいから、今日は一日寝ていなさい。体を休めるのも大事な修行だからね。そう言われると、あ、急に意識か。あが。お疲れ様。まさか最終的に全員で赤ちゃんサバイバルになるとは予想外でしたね。あれ、そういえばシュクレの姿が見えませんでしたが、何かあったんでしょうか。気になる人はおまけで確認してくださいね。それではまた、バイバイチー。いでで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 、はあ、久しぶりにはしゃぎすぎちゃったな。まったくもう父親としてみっともないわよ。ごめんごめん、もう起き上がれるから。子供たちにかっこ悪いところは見せないさ。それにしてもシュガーはよく平気だね。あなたとは鍛え方が違うのよ。あなたもこれから毎日私と一緒に筋トレだからね。
お手柔らかにお願いします。